1年間応援ありがとうございました。個人としてはとても苦しい1年になりましたが、変わらず応援いただきありがとうございます。最終節、何としてもピッチに立って皆さんの笑顔に貢献できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。